いらっしゃいませ。キャバクラかな。すごい。なんでそんな振り返るんですか。こんばんは、まさとさん。ねえ、体良くなったの？びっくりしちゃったよ。あ、みんな知ってるんですね。おい、夢野さんは？はい、なるべく早く。なるべくだ。すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと。ん？わかる。そこ話しつけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。あ、うんおう、はい。うん、いや、はあ、うん、おい探すんですね、こっから。え、夢のを探せ。どこにいるんですか。いっぱい話しかける人いますよ、どうしよう。ここです。どうしよう、どこだどこだ、どこだろう。良さそうなとこに、なんかおしゃれなとこにいたりするのかな。あ、見つけた、夢野さん。ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。なあ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ふん。ちょっといっちゃん。お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。おお、喧嘩ですか。何しやがる。お前こそ。ああ、話に。なんだとこれ。な、すいません。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつは。おお、なるほどですね。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。お、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。結構です。受け取るわけにはいきません。なんそれじゃあ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。じゃあ代わりに。結構です。
立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。贈り物は相手と中身と理由。いやそうにてめえどう今日あるな。あんたはどこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。警視庁。名刺も交換する相手は選ばないとこんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあこの女性を連れてお席にどうぞ。警察の人。乾杯。夢野さん、こんな高いお酒飲めて。夢野さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとうま、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすんません。鳥のくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎よく来るのか。いや初めて。初めて。ねえ夢野さん、プレゼント何だったんですか。何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ。本当に。アイカポ。おいイチ。あ、はい。早くしろ。お誕生日プレゼント。すいません。気持ちだけですけど。何それ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。しかも分かる女出てなくて、分かる彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけわかんねえっつうかでも店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。だってそれこら一番どころかますごい素敵な時計。すっごい。嘘。え、こんなの。さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いくらすんの。マンション一個くらいだ。と言っても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。すげえ。そんなことありますか。ありがとう。夢野さん。おい、今そういう場面じゃねえ。そうですよ。一、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ。行かせてやれ。はい。ごめんね。でもすぐ戻るから。気にすんな。ゆっくり行ってこい。優しい。優しい。じゃあ飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。すごいすごい。まマンション1個の時計ってすごいですね。飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと帰るよ。あのチンピラと同じ。ああマサトさんのことね。あれはヤクザの息子。
そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか、もう怖くて。怖い？そんな風に思ってたんですか？もらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か？暴行か？そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。じゃあせいぜい巻き上げてやれ。わかった。じゃあ後で。そんなこと聞いたらどうしたいのかわかんないですね。バカ！いつからそこに？え？あの、バカ？おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。それは悲しいですよね。余ったらケツ拭く時にでも使え。攻撃。めっちゃ見れる。なんだこれ。兄貴、若の付き添い終わりましたか？なあ、劇場若、また待ち合わせ。さっきのどうなっちゃったんですかね。悲しい。なんでいきなりどうしたんですか？行きますよ。あれ、それでいいんですか？なるほど、街を歩いたら絡まれちゃうことがあるんですね。急げ。お、いた。みつさん。よし。例の裏ビデオ屋は。兄貴がきちっと締めました。あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないっす。で、そいつからいくら取れたんだ？それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。ちゃんと返したですね。なら切り取りの方は？はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。
足分も含めて全額入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。なんでこの帯封は若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ、若とどこに行ってた。ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと。てめえがせびったんじゃねえのか。そんなことしてないですよ。しのぎあげれねえからってせがいことしてんじゃねえよ。そんなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。よっ、組に金も納めねえで何がプライドだ。なんだその目は。痛くもかゆくもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。え、怖い。あ、私無理です。そう、あ、うん、どうするんですかこれ。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか。なら教えてやるよ。怖い怖い、無理、怖い。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことは稀だが。怖い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 。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。怖い。おい、一、ちょっとちゃらかせ。はい。あー、怖かった。本当にやばいと思いました。ふぅ、助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか、ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎで空騎士ですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。それは頭、俺の場合は金よりももっと人をそれ、あ、もう金、もうフォール、そうやって組織って、はい、はい、それでくさ、飯でパクリ行くか。どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前いません。それは過去だ。でもな、今までに一人だけだ。マサトの母親だよ。ああ、まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ、24年前のちょうど今日、大晦日だった。そうなんですか。俺は井川興産って組の下っ端だよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが慌てんな。え、組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち断ち切ながら、茜とは隠れてつけやるな。となりゃお嬢か茜か。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出す。でようやく俺には決めた女がいる。ただじゃ散々袋叩きにされて年をそれだけで済めよかったんだがな。組長は茜と腹の中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。そこまで。さすがにあそこの組じゃ、この組長のメンツ。そっからはどう。俺はとにかく死に物狂いで逃げた。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断した。その時やがては俺は電話をかけてすぐにその場を組の門が、そして怖い、連中につか、
そんな話聞けないです。怖い、辛い。あかねか、お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。赤ちゃん生まれたんですか。え、私たちの赤ちゃん。わかった。今新宿駅。赤で赤も大丈夫だ。お前今すぐ。赤で女。やばい、急いで行かないと。なに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 、いっぱい来た。戦うんですか。 1v4?大丈夫かよ。しっかりしろ。どけー。